ブライダル TV をご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。このチャンネルでは結婚に関する知識やお得な情報を配信しておりますので、よければチャンネル登録もお願いいたします。8月の誕生石はペリドットです。今回はペリドットについてお伝えしていきます。和名は観覧石といって、原産国はミャンマー、パキスタン、アメリカ、ノルウェーなどでございます。宝石言葉は夫婦の幸福、夫婦愛、運命の絆、友愛、信頼を築くでございます。こちらが以前ブライダルナビでご注文いただいた実際のペリドットのネックレスでございます。ブライダルナビではダイヤモンド以外の宝石もご希望がありましたらご用意させていただくことができます。形や大きさやチェーンの素材などご希望通りにお作りさせていただきます。こちらのお客様はネックレスのチェーンの素材はイエローゴールドでご希望いただきました。私以前これですね、アメブロでペリドットの紹介をさせていただいたことがあって、それをご覧いただいて、お母様が娘の20歳の記念に誕生石の指輪を購入しようかと思ってます、今まで宝石に興味のなかった娘ですが、先日のブログを見せたところ可愛いと言い出したので、この機会に購入を検討したいと思いますとお母様よりメールをいただきました。で、ご予算は5万円以内ということだったので、ご予算以内でご用意させていただきました。で、最初は指輪って言ってたんですけれども、なんかいろいろ見ていくうちにネックレスがいいなっていう風になって、こちらのデザインのものになったんですけれども、本当にね可愛く仕上がったのでとてもお喜びいただきました。ご希望のお客様がいらっしゃいましたら、ブライダルナビまでご連絡くださいませ。ペリドットっていうのは地球上最古の宝石と言われており、古代エジプト時代、太陽信仰が盛んだった頃、黄金の太陽、太陽の石と太陽を象徴する石として崇められ、暗闇を消し去り光となって世界を照らすと伝えられていたんです。ペリドットは宝石の中でも屈折率が高い宝石なので、暗い環境であっても輝きを放つので、太陽のイメージに重ね合わせて周囲をこう明るく照らして気持ちが明るくなるよう導く宝石として親しまれてきました。ペリドットが見つかる環境っていうのは2つあって、1つ目は宇宙から飛来した隕石の中に含まれていることがあります。隕石から見つかる宝石は数ある宝石の中でも唯一ペリドットだけです。2つ目の環境は地球の中心部、マントルの上部で形成された観覧石が火山の噴火によって溶岩とともに地上に運ばれたものが発見されることがあります。地上でペリドットと同じ鉱石がロマンティックに見ることができる有名な場所があります。それはハワイ島グリーンサンドビーチです。秘境であるグリーンサンドビーチは約5万年前のマウナロア火山の噴火によって吹き出た堆積物でできた丘陵が海水で浸食されて作られたものです。地球上他にない宝石の砂浜を見ることができます。ペリドットの特徴である明るいグリーンは原産地により透明度、色の濃さに違いはありますが、基本の色はオリーブグリーンと呼ばれています。オリーブグリーンの色合いは鉄の含有量が増えれば緑色が濃くなって、マグネシウムが多ければ黄色みが強くなるので、ペリドットを選ぶ場合は好みの色味のもの、お肌移りの良いお色味を選ぶため原産地をチェックするという選び方もあります。ミャンマー産は透明度が高く黄色みが少ない深いオリーブグリーンの大粒のペリドットが産出されます。パキスタン産のペリドットはミャンマー産と同じく透明度、色味とともに高品質のものですが、採掘場所が4000メートルを超える山岳部にあるため採掘が困難で産出量は限られています。ノルウェー産は大粒の産出量は少ないですが、世界の産地の中でも高品質のムラのない柔らかいオリーブグリーンの色合いのペリドットが産出されます。世界に流通するペリドットで一番流通量が多い国がアメリカです。メキシコ国境に近い地域の火山岩から小粒のペリドットが多く採掘されます。品質に関しては標準的なものが多く、ミャンマー産やノルウェー産に比べると価格は安価です。ペリドットは大きさ、透明度、内包物以外では色味が濃いものにより価値があります。お手入れに関してはペリドットはガラスより少し硬い程度の硬度ですので、水やぬるま湯に薄めた中性洗剤で洗い流すようにするといいです。超音波洗浄機、スチームクリーナーや熱湯での洗浄は破損の恐れがあるので避けましょう。産地によって色の濃淡があっても、ペリドットは宝石の中でもオリーブグリーン以外の色のバリエーションのない宝石です。ペリドットの宝石言葉に夫婦の愛、絆などがあるのは他の宝石にはない唯一があるからではないでしょうか。
ペリドットを身につけていると幸いを近づけず喜びの感情が生まれる宝石とも言われていますので、お守りのようにいつも身につけて幸せを招いていただければと思います。ペリドットを安心にお得に買いたいと思ったらブライダルナビまでご相談ください。ブライダルナビではこのような結婚に関する様々なご相談に乗っております。店舗でのご相談も、自宅から婚約指輪、結婚指輪、結婚式場の相談ができるオンラインでのご相談も受けたまわっておりますので、ホームページのお問い合わせフォームか LINE アットからお問い合わせくださいませ。皆様のご来店をお待ちしております。ブライダルナビのアメーバブログは YouTube で話している内容が記事で読めますので、ぜひそちらもご覧ください。ブライダルナビの Instagram の投稿は結婚に関するあらゆる豆知識、ストーリーズは私の日々の様子をアップしていたりなんかもしますので、ぜひそちらもご覧ください。リンクはこの動画の概要欄に貼っております。ブライダル TV のチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。